静かな防衛の時間です。現在出雲回収に向けいろいろと作業が進んでいます。出雲で、出雲は対潜水艦に対してすごくよくできた護衛艦なんですね。で、そこで、まあ、実際、護衛艦といっても、甲板は全通甲板となっており、ヘリを何機でも、哨戒ヘリを同時に数機飛ばすことができます。対潜水艦用ですから、潜水艦を探す、見つける、または攻撃する能力に長けています。その出雲型を護衛艦を回収して F-35B ストブル戦闘機を艦載するという計画がこれから行われます。まあ、これのメリットは広い太平洋日本は海上海を多く保有している国です。で、海の任務に当たる時、有事の際、緊急の基地、海上基地となり得る護衛艦出雲です。で、今のままですぐ使えないというのは F-35 のジェットエンジンの熱に アスファルトが溶けてしまうという状況にあります。特殊なコーティングをしないといけません。まあ、そこまで考えて作ってるわけじゃないんですよね。建造するときは建造しているときは多分ですが、オスプレイを艦載しようかという考えだったと思います。今現在 F-35B の性能が上がってきた。で、小さい空港でも離島なんかでも使える。ですね。小さい島、なんといっても垂直に着陸できる。で、短距離離陸が可能。168メートル最短、これだけ滑走路があれば離陸できます。可能と言われています。出雲が248メートルですから、まあ
可能と言えます。離島でも200メートルの滑走路があれば離陸できるでしょう。極端な話、滑走路がなくても大きな農道なんかがあって、農道がこんな感じだったら離陸できると思います。離陸が可能でしょう。出雲の話を戻すと、やはり防衛力強化のため出雲の任務が変わってくると考えられます。第一列島線の今第一列島線に日本の防衛が集中してきています。それにより、やはり出雲の展開する位置もまた変わってくるでしょう。F-35B の欠点は航続距離が短いという欠点があります。がしかし緊急有事の際、緊急的に基地を作ることが可能になり、給油や装備の補給などできれば、やはり防衛力は上がってきます。今後出雲と加賀の任務に期待したい、そう考えています。今日のご視聴ありがとうございました。